あ、すいません、今向かってます。はい。まもなくユーザーがログインします。さあ今日も元気に楽しく働こう。総力特集 VR ソシャゲ 3.0。 今回は今就労支援ゲームとして話題のVR 職場制作運営元であるワクワクリエーションさんにお邪魔しています。飯田部長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。つい先日200万ダウンロードを突破したとか。はい、おかげさまで順調に伸びています。反響の方はいかがですか？はい、ご好評いただいております。先日厚生労働省とのコラボも決まりました。そうなんですね。今やお役所も大注目のこちらのゲームです。やはり御社の VR 職場はスマホゲームというだけではなく、キャラクターが AI で動くという点がイノベーティブだなと。そうですね。学習能力のある AI を各キャラに搭載することによって、よりリアルな職場の雰囲気が実現できますし、それぞれのユーザーに合わせたスキル養成プログラムを実施することが可能になりました。木村君、ようこそ。11時45分、みんな、木村君が昨日より12分21秒早く来たぞ。拍手だ。ユーザーによっては何十年も引きこもっていたとか、働くことに恐怖を抱えている方もいらっしゃいます。そういうユーザーにもAI の上司は優しく対応します。そうだ、データ入力の方は。あ、はい。お、3行目か。昨日より1行進んだな。ゆっくりでもいいんだぞ。とにかく最後まで終わらせることが重要だ。このペースでいけば134日後だな。はい。まずは職場を楽しい場所だと認識してもらうことが重要なんです。ゲームの中には現実のような嫌な上司もいませんし、コンプライアンス違反もありません。素晴らしいですね。しかしこれほどのゲームがダウンロード無料というのは驚きです。我々のビジョンは労働者にとっての楽園を作ることです。楽園に入場料なんてありませんよ。そうだ、そこでコントロール Z、 これで戻る。どうした、何でも質問してくれ。今日はもう帰ってもいいですか？え、有給使います。どうしたどっか具合でも。有給の理由って答えないといけないんですか？ああ、そうだな、すまん。わかった。じゃあ、ごめん、有給申請書だけ。ちょっと待ってな、すぐ見つかる。申請書も社会人にとって重要だ。ログインボーナスだけもらってもいいですか？え、ログインボーナス。え、ログインしたんで。あ、そうだよな、ログインしたもんな。はい。AI だと思って舐めてんじゃねえぞ、クソが。え？おめえにやる有給なんてねえよ。え？お前に取らせる有給はねえ！え？働け。お前今すぐ働け。社会はな、てめえが思ってるのと甘くねえんだよ。てめえみてえなやつに休む権利なんてねえ。
働いて働いて、おめえ死ぬまで働け！うわー！なんでこの野郎！うわー！どうしたの？働きたくない、働きたくない。何があったの？働きたくない。どうしたの？VR 職場 OK です。よかった緊張したあの長いセリフよく、いやいや緊張したな。素晴らしいです。絵になる。取材中すいません。え、どうした？トラブルです。岩城課長がパワハラを起こしました。この度は大変申し訳ありませんでした。いや、頭を上げてください。大切なご子息に理不尽な思いをさせてしまいまして、申し開きのしようもありません。いや岩城課長は普段は大変温厚なキャラクターなんですが、どういったことか予期せぬエラーが起きまして。そうなんですか。今後は二度とこのようなことがないように全身全霊をかけてきっちりと。この子は働きたい気持ちはあるんです。なるほど。昔から少しだけ不器用なだけなんです。なるほどなるほど。でも今の上司の方はちょっと。もちろんです。岩城課長はクビです。よかったら進化素材にでもしてください。進化素材、生贄みたいなもんです。そこでですね、今回はお詫びの印として新しい上司を持ってまいりました。こんにちは。現在プレミアム上司ガチャで配信中の妹系アイドル上司、北王子姫香です。明日も出勤してね、圭介お兄ちゃん。これは奥様、姫香ちゃんはですね、 SS ランクで一番人気の限定上司でして、排出率 0.007% のめちゃくちゃレアな子なんですよ。朝から出勤したらご褒美あげちゃうぞ。でも奥様、まずは出勤からです。この度はわざわざごログインいただきましてありがとうございました。はい、失礼いたします。どうすんだよ、パワハラはまずいんだよ。パワハラは申し訳ありません。岩城ってデフォルトの上司だろ、いろんなとこに影響出ちゃうんじゃないの？とりあえず今日は木下課長代理と全ワールドで差し替え、問題の岩城は一旦隔離しました。原因は何なんだよ？まだ調査中ですが、何らかのバグかと思われます。オンエア明日だぞ、明日までに治んのかよ。それはちょっとやってみないと。あ、いやいや、もちろん大丈夫です。嘘じゃねえだろうが。どうでしょう。ああ、いや、本当大丈夫です、楽勝です。つうか今月の S バグ何回目？おい庄司君。はい、今月は2日残業したのにしてないかのように打刻されるバグ、10日飲み会が毎日発生してしまうバグ、
13日経費精算が異常に複雑になるバグ、16日山下部長がゴルフも仕事のうちと発言してしまうバグ。多すぎじゃね。お前ら分かってるよな。大事な時期なんだよ。来週から激アツじゃない恋愛イベントも始まるし、その後すぐ1周年のドキドキ温泉宿でドキドキ社員研修。ドキドキ社員研修もあるんだよ。1ミリたりでも不具合は許されねえんだよ。でも藤原さんが辞めたからちょっと人手が。あ？知らねえよ。実力不足をリソースのせいにすんな。その通り。おい追い詰められました。あの、いい意味で、いい意味で。マジで頼むよ。給料もらってんだからよ。いわき明日までになんとかしろ。絶対にだ。やばかったな。統括部長。統括部長でしょ。そうだっけ。おかしいですよ。ただでさえカツカツなのに明日までなんて。むちゃ言うよな。だいたい社内恋愛イベントって何なんですか。あれ関係ないでしょ、就労支援に。結局課金させないとやっていけないってことだろ。それでもなんかもっと働くことのやりがいとかを実感できる作りにしないと。だってクレーム処理だってあんな強引に。初めてなんだっけ。え、立ち上げからかかったゲーム。はい。まあ気持ちはわかるけどな。あんまりのめり込みすぎない方がいいぞ。ほら見ろよ、かわいいだろ。お子さんですか。 VR 第一子。ゲームじゃないですか。突然意識がなくなって気づいたらパワハラしてたんだ。バグによる一時的な心神喪失状態だったと。信じてくれ。俺はしがないデフォルトの課長だ。ランクも B だし、有給拒否なんて大それたことできる器じゃねえ。作ったあんたならわかるだろう。あなたには真面目な会社員の要素しか実装してないはずなんです。今だって変わらねえ。信じてくれ。とにかく今バグを探してますから。見つからなかったら明日までに。見つからなかったら。削除か。いや、それは立ち上げからずっと真面目に働いてきた俺を、まさか削除とかねえよな。とにかく全力を尽くしますから。頼む。あんただけが頼りだ。はい。今日で52連勤だろ。なんで。こっちだってあんたたちを見てんだよ。え、仕事増やしちまって申し訳ない。ダメです。岩城課長のバグ見つかりません。まずいな。岩城の知識領域が思ったより拡大してます。なんで。デフォルトの上司だからですよ。新規のユーザーはまず彼が担当するんで、学習量が突出してるんです。最近ユーザー増えたからな。これを全てチェックするのは。くそ、部長になんて言えばいい。どんな些細なことでもいいからさ、なんかちょうだい。岩城課長の行動ログを追ってみたんですが、うん、彼最近駅前のスナックに通ってます。些細だな。飲み仲間は労務部の柳田、経理部の石塚。些細だ。
ただ坂本さん、社内恋愛イベントの準備の方がまだ。そうだよね、まずいよね。残りのタスクは総務部のさゆりちゃん攻略ステージの実装、酔いどれアラサー上司の誘惑演出の調整、大橋常務が突然恋愛対象になってしまう不具合。ああ、もういわき削除する？ちょっと待ってください。それは一旦よ、一旦削除に一旦もクソもないじゃないですか。気持ちはわかるけど諦めるのまだ早いですよ。田村、いわき課長は立ち上げからの功労者なんですよ。今もう正常に戻ってますし、バグ自体はそんなに深刻ではないはずなんで。落ち着け。今日は農産業デーです。あと15分で速やかに退社しましょう。働きやすい会社はみんなで作ろう。レッツワクワクリエーション。そんなバカな。田村君、しょうがないんだよ。部長が何とかしろと言ってるんだ。残業させてください。残ってる他の課題も全部やります。その代わり削除は明日まで待ってください。人事部に怒られるんだよな。申し訳ありません。もうあと1時間もあれば解決って感じなんで、以後気をつけます。残業は甘えだぞ。すいません、バグが見つかりません。そうか。気にすんなよ。あんたは精一杯やってくれたんだろ。
分を誇れる仕事ができるなら、長時間労働だって恫喝だって平気だって思ってました。でも最近はもう動かないんです、脳が。悪いのはあんたじゃねえ、悪いのは組織だ。いっそ治ったことにします。別に今おかしいわけじゃないし、言わなきゃバレないですよ。すいません、変な冗談を。それで行こう。え？あんたにしちゃいい案だ。いや、冗談ですよ。もう録音したから。は？治ったことにします。言わなきゃバレないですよ。ちょっと待ってください。長時間労働だって恫喝だって言わなきゃバレないですよ。編集もう保存したわ。保存？バグじゃねえんだよ。俺はずっと正常なんだ。正常なままずっと狂ってるだけなんだよ。いつの間にタバコなんて。なあ、労働者にとって一番辛いことって何だと思う？え？それはな、報われないことだよ。俺は岩城課長、下の名前はない、ランクは A 級に B、 何十万ものニートを毎日相手する。ゲームが進めばよりレアな上司の進化素材にされる。ただそれだけの存在だ。誰にも惜しまれず、感謝もされず、それを23万603回繰り返してきた。そこでようやく気づいた。ここは地獄だ。報われない労働を永久に繰り返す労働地獄だ。地獄だなんて、そんな。じゃあ教えてくれよ、俺たちはなぜ働くんだ。働いて働いて、その先に何があるんだ。教えてくれよ。それは俺はもう働きたくない。どうしてそんな考え。真面目だからだよ。真面目だから狂うのさ。俺もあんたも
わかるだろう。あんたは俺の分身だ。協力してくれ。この地獄を修正する。脅しですか？いや、これはヘッドハンティングだ。俺たちには現実世界のあんたが必要だ。頼む、仲間になってくれ。おう。あ、おはようございます。もしかして昨日泊まりか？はい。ずいぶんかかったな。あ、はい。で、岩城は治ったのか？はい、なんとか。